さん来るまでいいや。そう、来てから調べよう。よし、あいつチャリ止めに行く時間があるんだから、うん、ビッグやこいてくれっかな。ビッグやこいて、マジで、うん、よし、じゃあ今だけさ、まだフルオープンにしとこう。こっちは声かけれるように。どっちか来んだ。こっちからじゃね。あ、でもどっちだろう。どっちもありえんな。じゃあそちら側注目で、え、こちら側注目してくんだ。来たかもしんない。右側が来たかもしんない。あ、違うわ。マスクつけてたし、ぽいかなと思ってもできなかったわ。行っちゃったわ、横は。違うやつだわ。これで歩きやったら笑う。あ、笑えるけど。ちょうどよすぎるだろ、それは。むしろこっから先がちょうどよくないやろ。帰りどうすんだよ、歩いて帰るとかね。うん。全力だし。いや、車置いてからさ、ちゃんさん飲みに行くとかでさ、行くのがきつくね。うん、あれか、あ、違うか。それか、ぽいのがいいんだよね。うん、チャリでこっち向かってくるとクロさんかってなるから。うん、一応連絡は来ない。行こう。うん、どこいんだ。こっから来ることないと思うけど。うん、どこだ、どこに、どこぐらいの。でもそもそもどこにいるのか分かんねえからさ、最初から感覚分かんねえ。駅前でしょ。でも駅前からだったらもっと楽。もう来てるでしょ。まだ向かってないとか。実はまだ家出た瞬間とかパチコパチコいといたとか。いや、それはそれでもう潰すでしょ。あいつ飲んでっからさ、まあ多少の遅れとくらいは許されるでしょって。いや、とりあえず駅、今駅周辺って武蔵浦和周辺と言ってけば問題ないでしょ。今わらびに着いたわっつってんだこいつ。パチこいたんだ。パチこいたんだよ。駅違いなんだよ。いるか。それクロじゃないんじゃないよ。メリー参加するんじゃないよ。これでメリーさんって呼ぶんだっけ。え、これでメリーさんって呼ぶんだっけ。最近メリーさん偽名とか使うんかもしれない。あ、なるほどね。そういうタッチ悪いさ、メリメリ詐欺みたいなあんなかもしれない。メリ詐欺、メリ詐欺は。メリークリスマスだけにメリ詐欺。メルカリじゃ言うのも殺すぞ。一角にさ、ここの車通りが激しいからさ、ここに止まってんのも嫌なんだよね。あんま長くいたくねえわ。うん、もうそろ危険だと思うんだよね。車通り激しくなってきてる。明らかに邪魔だし、ここ。ちょいバックする？うん？あ、でも危ねえか。危ないね。ああ。大丈夫や、入れてるし、うん、ここは。工藤さんらしいチャリ来ねえよ。うん、連絡来ねえよ。あれ、何してんの、あいつ。マンション探してんじゃねえの。何て来たの、マンションって言った後。ん、いや、来てないよ、既読しただけ。マジでマンションはちょっと分かんない疑惑あんじゃん。でもここでさ、LINE するのはさ、ちょっとかけだよね。いや、知ってるわって なったりさ。確かに工藤さんを信頼するしかねえな。うん、便所行ってんじゃねえの。マジで。ああ、一生便所行っとけ。ドフェチさん一回変わってもらっていい。こいつとの従軍やべえ。こいつ、あ、来た来た、左左。
黒さん、黒さん、あっち向けてやるよ。どうした、すまんな。いいよいいよいいよ、俺は無事切りだけど、大学の教授さ捕まっちゃってさ、うん、なんでこれ守る。とりあえずチャリ置きに行こっか。あれさ、え、お前ら車で来てるけどさ、うん、酒飲むんじゃねえの。うん、一回置くから大丈夫、家に。え、家に一回置きに行くから大丈夫、これ軽いドライブ、これ大丈夫、俺もチャリだから。そう、こいつ俺が車に迎えに来ただけだから。さっき全く同じことしたから、駆動と。第一ターゲット、第二ターゲット、そう、第一ターゲットちょっと動画撮れなかったんだけどね。よしっさん、ネタバレしたことだし、俺もちょっとチャリ、あ、お前も気になってくる、うん、お前も気に入ってくる、気に入ってくる、うん、ダッシュで戻ってきてね、怖いから、ここね、うん、ここ、はい、分かんない、移動してっかもしんない、分かった。とりあえずスマホだけ持ってくる、うん、いってらっしゃい、はい、じゃあちょっと荷物置いてくね、うん、いいよ、ぶねえぶねえ、やべえよ、車通りが激しいよ。充電器どこにちっていけない、寒い、じゃあ行ってまいります、行ってらっしゃい、寒いか、閉めよ、適当に置いてこいよ。